はいどうも、中年オタッキーです。今日は予定通り、リバーサルフィルム、を使って、ミノルタの α9XI で撮影した、写真を紹介していくんですけども、その写真と、このようやく出てきましたけど EOS5D Mark III、に L レンズをつけた、ものと、あと、ね、結構頻繁に登場すること、α9X6 に、キャノンのオールドレンズ FD24mm F2.8SSC、 これ結構いいレンズです。これをとっつけたものの、写真を比較していこうと思います。今回ね、使用した、ミノルタ α9XI に、使ったフィルムなんですけども、富士クロームのね、ベルビア100というものになります。それでは、詳しい解説などしていこうと思います。ちょっとね、今日あんま寝てないんで、あの名神集中工事っていうね、あの運転手殺しの運転手キラーの、あの工事をやってまして、それではちょっとあんま寝てないんで、何言ってるか分かんないようなとかにもしかしたらなるかもしれないですけども、まずちょっとね、もう α9XI をちょっと持ってくるのを忘れてしまって、うーんみたいな感じの動画になってるんですけどね、富士クロームベルビア100なんですけども、最初はね、ベルビアってその50だけ出てたんですね。で、100が追加になったんですけども、100とか 100F とか、まあいろいろあって、プロビアの焼き直しじゃないかとか、まあいろんな、あれがあったんですけども、僕もね、あんまり調子が好きじゃないフィルムなんですけども、ミノルタの α9XI に搭載されているレンズが、2485の F3.5 から 4.5 っていうレンズで、ちょっと暗いんで、50で撮るにはしんどいなと。まあそう思って取り切るのにね、ちょっと、しんどさが出るかなと思って、ベルビア100を今回は選択しました。で、まあベルビア50を使った方がね、色ももちろんいいですし、ディテールがもう全然違うんで、できれば50使いたかったんですけどね。で、最近その、富士フィルムさんがね、値上げをする段になって、その、やっぱ50の方が人気があるか、出荷量が少ないかよくわかんないんですけど、もうたちまち店頭からなくなっちゃってね、50を使うことができません。で、まあ仕方なくね、ベルビアの100で撮った写真になるんですけどね。で、まあとりあえず、そのベルビア100で、撮った写真と、ミノルタ α9XI にベルビア100で撮った写真と、EOS5D Mark III、に L レンズつけたカメラで撮った写真と、ソニーの、α9X6 に FD レンズで撮った写真、続けてね、紹介していきたいと思います。一番最初に EOS 5D Mark III の2枚、次に、α9X6 の2枚、ほんでその次に、α9XI でベルビア100で撮った写真の2枚を紹介していきたいと思います。それではご覧ください。はい、3つ続けて紹介していきました。まあ見てもらったら分かるんですけども、ディテールは完全にデジタルが上ですね。これ実はそのあんまりフィルムスキャナーの調子が良くなくて、 2400dpi で撮った、800万画素ぐらいなのかな、でそのスキャンしたっていうのもあるんですけど、ややもっさりした調子に仕上がってしまいましたね。フィルムの方がもうちょっといい感じに出ると思うんですけど、出るはずなんですけどね。ただ色に関して言えば、もう圧倒的に青が出てますね、ベルビアさんね。
これミノルタのレンズの色が強く出るっていう傾向もあるのかなと思うんですけど、僕ミノルタのカメラ使い出してそんなに日にちが経ってないんで何とも言えないんですけど、今まで撮った感じではね、金眼鏡とかで撮ってもその色が強く濃く出る、傾向にありますんで、かなりね色のりのいい写真になってます。で、写真はね全て撮って出しです。 5D Mark III と、NEX6、もう JPEG の撮って出しで、α9XI もそのフィルムスキャンして、何の加工も加えずに出してます。で、全てのカメラのレンズに、CPL フィルターを使用しておりまして、ちょっと桜の写った写真ね、は125分の1の F8 で揃えてあります。で、ちょっとね縦構図の写真ですいません、横に寝かして撮してもらって、まあ、画面ちっちゃくなってしまうんでこういう選択をしました。ディテールを比較したいんでね。で、さらにディテールを比較するために桜が入った富士山の写真、こちらをねちょっと拡大して、見てみました。ディテールの差、色の差ちょっと比較していただければと思います。それではご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。もうディテールはで完全にもうデジタルが上です。まあもうね、取り込む画素数も少ないっていうのもあるんですけどね、もう今回パソコンに一旦取り込んでから携帯電話に転送したんですけど、そのファイルサイズがねフィルムの方ね、ベルビアの方はねキロバイト単位なんですけど、5D Mark III に至ってはねもう1枚の写真が JPEG 撮って出しなのにもう10メガという莫大なサイズになって、おーみたいな感じでね、メールで送ろうと思ったらメールに一度に2枚しか送れませんって、ヤフーメール使ってる2枚しか送れないっていうんで、もう仕方なく一旦東芝のフラッシュウェアに乗っけて Wi-Fi で携帯に飛ばしたんですけど、まあそういうこともありまして、ディテールの差が出るのはまあ仕方ないかなって感じなんですかね。で色に関してはねやっぱベルビアがぶっちぎりでいいと僕は思うんですね。僕はあんまり色が見えてないんで何とも言えないところもあるんですけど、でこれベルビア100でこれなんで、ベルビア50になったらねもっといいです。で色加工すればいいって言う人もいるんですけどね、なんかベルビアの色って出すのが難しいらしいです。僕写真加工全然やんないんで分かんないんですけど、写真加工やってる知り合いがねベルビアの色はね機械的には出ない、どうしても出ないっていうんでね、ちょっとそのベルビアのね発色がね好きな方、気に入った方はね一度ねぜひ撮ってみてはいかがでしょう。で今回ねちょっと後でバチバチっとね作例を流しますけど、ベルビア100で撮った写真なんですけどね、ほとんどカメラ任せで撮ってます。富士山の背景に桜の写真、これはねちょっと条件を揃えるために、全てのカメラ125分の F8 で揃えるためにマニュアルで撮ってますけど、とりあえずそのミノルタ α9XI のカメラの精度もちょっと見てみたかったんで、全部カメラ任せ、ほとんどプログラムオートで撮ってますけど、なかなかね好成績を収めました。ミノルタ α9XI、まあ、α7XI とかも同じアルゴリズムを使ってると思われますし、その他の低級機種もね同じようなアルゴリズムを使ってると思われますので、ミノルタのカメラなかなかだったんだなって思いますね。で、まあ、ソニーの α6 の写真が2枚目のね、2枚ずつで紹介した富士山の前にベンチがあるね、テーブルが並んでる写真で、これあれオートで撮ったんです。2枚目は全部オートで撮ったんですけど、若干ねやっぱり α9X6 の写真がアンダーに触れてるのがちょっと気になりますね。まあ以前も言いましたけど、ちょっとアンダーで出やすいと。あれ確かマイナス補正したんじゃない、マイナス補正してもアンダーに出たんじゃない、マイナス補正してもアンダーに出たような気がしますね。で、まあオールドレンズで撮ったんでね、まあそこはちょっと
あの割引してやる必要がありますけどね。これちょっとソニーさんのね純正レンズ、うん、欲しいんですけどね、高いんですよね、ちょっと 手が届かない。標準ズームとかね、標準単焦点とかもね、標準ズームなんかあのバックに入れられたらね、その圧力で壊れたりしてて、その中古市場が高騰してるんですね。あの壊れやすいレンズらしくて、でちょっと標準ズームレンズを買う気にならないっていうか、200円で買ったカメラにね3万円とか4万円の金はちょっとどうにも出ないし、財布の中身もちょっとすっからかんなんで無理かなっていう、まあこんな感じなんですけどね。ちょっともうちょっとねお金がねあればねいろいろできるんですけど、まあそこはね言ってもしょうがないんで、貧乏なんで。で、あの僕のコンセプトはやっぱりそのお金がない人にねいかにして写真を楽しんでいただくかっていうのが、コンセプトになりますんでね。まあまあそこはあのよそれでこれでいいこれでいいのかなこれでいいのかなって感じになります。まあ今日の動画はねそんな感じです。面白かったかな。技術的なことはね大したことないんですけど、まあ技術的っつってあのミノルタのカメラだったらねカメラ任せで撮ってもねリバースでちゃんと撮れるよっていうね、ちょっとあの皆さんに勇気を与える、結果になるかもしれません。順光になって、順光で写真を撮ればね、別にキャノンのカメラで撮ってもニコンのカメラで撮ってもペンタックスのカメラで撮ってもね、別にリバーサルで撮っても全然問題ないと思います。だから逆光とかね極端なシチュエーションで撮るときだけちょっと気をつければ、あのリバーサルで写真を撮っても全然問題はないと思います。ただ値上がりしてきてるんでちょっとねフィルム代現像代もね1000円ぐらいするんで、ちょっとねその辺が気がかりですね。あとデジタル化するにあたっては、スキャナーを持ってない人は、お店でその CDR 書き込みサービスを利用しなければならないし、で、仕上がりのね、種類、リバーサルで撮ったことない人は、多分ね、お店に行ってリバーサルを現像お願いしますって言ったら、聞き慣れない言葉を聞くと思います。マウントにしますか、スリーブにしますか。これね、普通の人はね、スリーブを選択してください。マウントっていうのはね、スライド機器に入れるマウントに1枚1枚マウントをつけますかっていうことで、スリーブっていうのがね通常のネガと同じネガシートにビャーって入ってくる、あれと同じ仕上がりになります。今日の動画はこんな感じです。で今後の動画なんですけど、次回の動画どうしようかな。そろそろねこれね、D100 で撮った写真がまあまあ、撮れたまってきました。これ結構いいですよ。高感度モードにしてもねそんなにノイズも出ませんし、このカメラ舐めちゃダメです。17年前18年前のカメラでありながらなかなかです。で他にもねいろいろねいろいろ仕入れてるんですよね。まあ前回紹介したこれヤシカハーフ17、これでも写真撮り進めてます。今一番熱いのがこいつです。今一番熱いのがね、まあツイッターとか言われてるこれこいつです。これねオリンパス35っていうね昭和23年に発売されたカメラで、僕のこれ持ってるやつは、おそらく昭和28年モデルであろう、オリンパス 354A っていう、モデルじゃないかな多分っていう、資料が少なすぎてちょっと分かんないんですけど、ちょっとレンズ頑張って磨いたんですけどレンズ曇ってるんですけども、まあこの昭和20年代ね日本がねその戦争で負けて、物資が全くなくてのたうち回ってる時にねそのこの製造されたカメラで、ちゃんとねこれね動くんですよ。これねこれかわいい音しますけど、コパル製のねシャッターを搭載したモデル、成功車とコパル車と、なんかあるみたいで、バージョンによってねシャッタースピードとか、違ったりシンクロ端子があったりなかったり、フィルムのサイズもねフルサイズだったり 32mm だったり、まあいろいろみたいなんですけどね、僕のはちゃんとフルサイズの、やつなんですけど、ダイキャスト製で、ね、すごく重たいカメラになります。それとかねまだ写真は撮ってないんですけどね、この京セラ、もうね京セラの 200A、 これねカメラはねどうなんだって感じなんですけど、レンズがねすごく良さそうなんですよ。もうファインダーをねもう見ただけでもう分かるかなっていうぐらいの、まあ、結構いいレンズ搭載されてるので、これもねちょっとフィルム入れて撮るのも楽しみにしてます。まあそんな感じでねカメラがたくさんになりすぎても何をしていいか分かんないような、どれからやるかなっていう、まあそんな感じになってるんですけども、まあこいつはねもう撮り上がったんで現像するだけなんで、白黒で撮ったんで自分で現像できるんでね、結構早めに動画に出てくると思います。まあ今日の動画は、ここまでにしときます。
まあ、次回の動画は多分ニコンの D100、なっていくと思います。それでは、来週、まあ、来週は多分大丈夫と思うけど、工事も終わるし、ちゃんと動画上げていきますので、初めてね、見てる方、まだチャンネル登録してない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、今日の動画、いいねと思ったらね、いいねボタンを押してください。ぜひね、そのリバーサルで一回ね、別にね、巡航で撮ればね、オートで撮ってもちゃんと撮れますから、以前紹介したね、コニカ C35 とか、オリンパスミューとか、あんなんでもね、ちゃんと撮れます。そんなんで、ぜひ一度ね、やってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画をお待ちください。それではまた。そうだ。最後にね、作例をたくさん、紹介していきます。ミノルタの、α9XI で、撮影した、リバーサルで撮ったね、写真、作例いっぱい紹介していきます。それじゃあ、最後まで見てくださいね。それではまた。